はい、どうちです。本日ですね、潜るっていうことについてね、喋っていこうと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、バッティングについて、バッティング技術的ですね、潜るっていう、もう、しらさきがうるさい。バッティングのね、まあ、潜るっていうことについて、ちょっと話していこうかなと思います。まあ、僕は潜るっていう表現をよく使うんですけど、まあ、基本的に僕は、ボールを、こう、上から見たくない。こういう風に見たくないですよね。できるだけこのボールに目線を合わせていきたい。ただ現実これは無理なんで、ただこれぐらいの意識でボールは見ます。これもこの間指導生に言われたんですけど、それって何のメリットがあるんですかって言われたんですけど、まあ一個あるのは後ろの軌道ですねが作りやすいってことです。こう見たものをこう打ちます。無理じゃないですか。こう覗きに行ったものを打とうと思ったら、こう出ません?おのずと起動できると思うんですよ。逆に、これで上から叩こうとしてみてください。どうやって動きゃいいか分かんないですよ、多分。え?分かんない。だから、この潜っていく。ボールの軌道に潜っていく。っていうのは、まず、後ろの軌道ができます。で、後ろの軌道ができるってことは、角度が上がりやすいです。上からこうやって、こういう感じで手を下げてこうやって打ちに行くより、こういった方が角度はつきやすいですよね。まあ少なくとも、まあ角度ゼロ、ライナーにはなりやすいですよね。これがもうちょっと前で捉えれれば、フライになるし、まあ角度のついたライナーになるし。はい、これが一番メリットかなと。もう一個あるのが、このボールの見方をすることで、まあいわゆる選球眼、ボールを選ぶ能力っていうのができてきます。まあ、大きくメリット言えばそんなもんかなって感じですね。これ指導生から質問あったんで、簡単にいつも動画にしようかなと思って喋ったんですけど、まあメリットないとやらないのかっていうのはありますけどね。メリット、デメリットだけで動いちゃ、なんかダメな気するんですよね。なんかそれって人間的に浅くなる気がするんですよ、僕の中では。どんな物事にも、メリットとデメリットって存在します。メリット、デメリット存在します。まあ、例えば、このボールに潜っていくっていう動作については、デメリット、ある?あんまない気するけど。まあ、例えば、今、ボールを、こう、上から見て、こうやって、まあ、こういう感じで打ってる人が、まあ、いきなり、ボールに潜っていけ、って言って、言ったら、まあ、打てないですよね。打てなくなると思います。感覚変わるから。見方が変わるんで、ボールの見え方が変わるんで、スイングの仕方が、わかんなくなると思うんですよ。そしたら、まあ、それはデメリットになるかなと思います。ただ、上からボール見て、こうやって打つよりも、絶対将来的には確率は高くなると思ってます、僕はね。自分が変わることに対して、恐怖心がある人は、もう、言うこと聞かない方がいいです。僕の言うことなんか聞かない方がいいです。というより、外部で指導なんか受けない方がいいです。間違いなく。これ僕結構言うんですけど、進化するためには変化が必要だよ、というわけなんですよ。ポケモン思い出してください。進化したら姿変わるじゃないですか。あれも変化です。ステータスも上がりますよね。あれが変化です。だから進化は変化なんです。イコールではないですけど、進化するためには変化をしないといけないです。もちろん、アニポケのピカチュウみたいに、そのまま行って強いパターンもありますけど、少なくとも僕のこの動画を見ている、僕の指導を受けている人っていうのは、成長したい、進化したいっていう考えは絶対あると思うんですよ。絶対あると思います。じゃないとこんなチャンネル見ねえよ。こんな別に面白いこと喋ってるわけでもないの。見るわけないじゃないですか。でも、大体の人は、今まで自分がやってきたこと、プラス何か足せば、もっと打てるようになるじゃないかって思ってます。それは無理です。もちろん、今まで自分がやってきたことが、方向性として僕と同じような方向を向いてて、それで僕の何かがきっかけがあって、ワンピースハマって進化するパターンはあるかもしれないですよ。でも大体の人そうじゃないと思うんです。変わることに関して、僕は恐れちゃダメだと思ってるんです。もちろん、変化イコール進化じゃないんで、変化することで退化することもあるかもしれません。もちろん。それはあるかもしれません。ただ、今現状を、じゃあ、この先、まあ来年、再来年、野球やっていくとして、今現状のままずーっとやってったら、自分の成長度はどんな感じですかって感じ、考えてほしいです。自分の成長はどんなもんですかっていうのを考えてほしいです。今まで通り普通にやってったら、だいたい横ばいになるかもしれないです。もちろん、ギャーンって上がる人もいるかもしれないですけど、考え方から、何からアップデートしてなかったら、ずーっと横ばいです。もしくは落ちます。はい、そういうもんです。
そういう風にできてます。だったら、進化するために変化を恐れるべきじゃないです。もちろん、俺このままやってったら、もう間違いなく来年ドラフトで指名されるんだ。プロ野球選手になれるんだ。って言うんであれば、やんなくていいですけど。やってる方向性が合ってると思うんで。ただ、そうじゃないんであれば、別にそんな、大して結果も残せないような、今までのプライド捨てちゃってよくねって僕は思うんですよね。だから僕、この冬に、今、群馬ダイヤモンドペガサスで、大活躍しております、草壁さんと、僕が柔軟の指導を受けているアートベースの山岸さん主催の練習会に1月かな行ったんですけど、その時に僕は今までずっと速い球を打つことっていうのを苦手にしました。そこで大きなヒントを得ました。それで僕は今までのバッティングを全部壊しました。一回全部壊しました。考え方から、構え方から、何から、全部一旦全部壊しました。結果どうなったかっていうと、2月から4月ぐらい2ヶ月間めっちゃ三振しました。速い球を打つために練習してたから遅い球打てなくなったんですよ。でもこの5月ぐらいからようやくちょうどいい塩梅っていうのが分かってきて、打率も、まあ持ち直しましたし、ホームランも出ました。遅い球をホームラン打つこともできました。で、じゃあ肝心の速い球どうなのかっていうと、全然苦にならなくなりました。今まではもうずっと刺されて触れなかったんです。しっかり自分のスイングを仕掛けられるように攻めていけるようになってきたんで、一定の成長は感じてます。なんせ速い球引っ張れるようになったんで、速い球をしっかり引っ張れるなってきたんで、ちょっとずつ自分が成長しているっていうのが分かってます。今まで培ってきたものが強ければ、一旦壊しても再構築が早いです。あの鋼の錬金術師みたいなもん、今の子分かるかな。壊して再構築するんですよ。でバッティングって僕の中ではですけど、戻せるんです。だから僕は2ヶ月っていう時間で順応しました。順応し始めてます今ね。これ撮ってるの5月の半ばなんです。だんだんできるようになってきます。壊すことに対しての抵抗感っていうのはなくしていいと思います。自分がちゃんとした方向性に乗っかって成長していくための積み重ねをしてるんであれば、一旦壊していいもん入れて再構築することは可能です。僕ができるんだからできるよ、絶対。俺ができるんだから絶対できる。俺だって多分動画見てる視聴者の中で一番野球下手だもん。おそらく。中学高校のプレーを、知ってる人が見たら、うんって言うと思います。でも、一番変えなきゃいけないのはここで、脳みそで、ここを変えないと、いろいろしんどいです。まあこのチャンネル、小中高、大学、社会人、草野球、いろんな方が見てくださってると思うんですけども、これだけは僕、自信持って言えます。これだけは。ブレネー選手に未来はね、ブレネー選手に未来はないです。これ僕が考えた言葉じゃないんですけど、でも本当にこの通りだと思います。ブレネー選手に未来はないです。いや、今触れないんであれば、バッティングしても飛ばない。ちゃんと触れない。当たっても飛ばない。こんな感じだったら、全部ぶっ壊せばいいと思いますよ。一回ね。っていう感じで今日は、喋っていったんですけども。まああれだ。最初何喋ってたか忘れたけど、変化を恐れたら何も変わんないっす。むしろ落ちていきます。カレーと共に落ちていきます。それは確実なんで、常にアップデートしていくように考えていきましょう。ただでさえもう衰えてくるんで。これはもう僕もね、今年32になるんですよ。8月で。衰え感じますよ。ほんと。スクワットして腰痛めてね。風邪ひいたらなかなか治んないし。いや、もう風邪ひいたらタバコもうまくないし、食欲もないし。マジで辛いんですよ。だから体は絶対衰えてきます。体の機能ってのは。でも、技術は、きちんと身につければなかなか落ちないです。なのでしっかりね、楽しんで野球やっていきましょう。しっかり触れるようにって感じで、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、いいね、応援コメント、であちらめの動画もう一本見ていただけると嬉しいです。オンライン指導、直接指導、興味ある方は下記概要欄に公式 LINE ありますので、そちらからご申し込みください。それでは失礼します。最後打ちます。なあ、ちょっと上がりすぎかな。